119ヤード、うん、そのまんま数字上119だ。風はちょっと横、ピッチングで少し小さめのスイングだな。120だとね、52度でもいけるんだけど、なんかこう少し小さいショットを打ちたい。してこっちに木の枝があるから、ここにティーを刺すのね。打ちづらそれは無理だった。ここら辺だな。して短めに持って、ちょっとフォローを抑える感じで、それでちょうどピンに狙えるでしょう。乗ったけどあまりいいとこではないもう行こう。さあ、なんだろうな、グリーンはこれは落ち際フックか、最後のところでフックで読んでみよう。うん、上り傾斜なのでショートはさせない。さっきのパターンとはちょっと違うね。よし、これはもう寄せてパーという。あっさりいきました。次いきましょう。こういうホール、ピンが見えるとこは特にこうピンを見てほしいんだけど、やっぱりティーショットを打った後のセカンドショット、もしくはサードショットでもいいんだけどね、あの右側にピンが切ってあるのがわかるでしょ。だセカンドは左側から攻めた方がいいんだよ。バンカー越えになるとやっぱり打ちづらいんでね。やっぱりこれも左狙いの方がいいわけだ。だから軽くストレート出て、あの木まででないやつだ。276だから、僕あれをちょっと超えるぐらいのショットで打てればかなり次のセカンドでバーディーを取ることができそうな気がするね。そんな感じで攻めてみよう。290ヤードぐらい行けばいいか。なんとか。戻ってきた。傾斜にキック。135ヤードだ。
でさっき言ったように左狙って左に打てたので、こっちから狙うとほらこっち側から打つよりは狙いやすいわけよ。でこっからとピンに対して割とダイレクトに、まあこっちでも結局バンカー越えになるけどね。でも右サイドで打つよりはいいかな。ピッチングでいくわ。135。これはでも直接ダイレクトに狙っていくか。失敗しても少しこうフックボールが捕まっていってくれればいいかなぐらいな感じ。まあ失敗したらこう左の方のグリーンに乗ればいい。直接ピン狙いでいきます。ピッチングなので打てば捕まるでしょう。その代わりうまく打てばピンにピン筋に入ると。あ、ちょっと草にかかったぞ。あ、草にかかった分ちょっと弱かったけど、まあ乗りました。どこ行っちゃった。行きましょうか。ちょうど良かったんだわ。木に当たらなかったらもうちょっとオーバーしてたんだね。ちょうどいい感じで、よし、もう一個取っとくか、バーディーを。ライン的にはこれはかなりスライスラインだな。これはもうここの山、これ見えないけどね、少しこっち側からこっちに切れていくようなラインになってるかな。だピーン、このカップに対してだいたいイメージこうなってこう切れていくような。だブレーク曲がるところを見るっていうと、ここら辺から曲がっていく感じじゃないかな。こう打ってってこう切れていく、ここら辺がイメージする場所。ちょっとやってみよう。で上りになるからそんなに曲がらないとは思うけど、曲がる。うわ、入ったしょこれ。これがね、こうなってたら入ってたかもしれないね。まあいいや。これはね、よし、軽いドローで行こう。OK。ここはもうね、林引っかかりすぎた。これは何で打つかはちょっとあっち行ってから決めて、どこ狙うかな。サードショットがいいところになればいいわけ。これここだよ、ここ。これ
やばいよね、ここなんだよ。この辺り狙っていってだ、ここがちょっともう、ここがもうやばいもんね。ここがもうやばい、突っかかるから、あんまり強くは打てないな。刻みたいところだね。で、何で刻むかだな。6番アイアンで下からクラブをこう入れる、この方向に入れるの、こうやって。で、これをね、こんな風に構えたらもう絶対アウトだ。少し開いて、で、狙いが右でフックかけていく感じで、こんな感じでいけます。脱出。だからこっち側に打つと下から打てるからいいので、ここはもう脱出が命だから、こう水平に構えたりしちゃダメね。で、下からこう打っていくとうまくこう傾斜に沿って打てるから、まあ脱出はできるから、こんな感じですね。134、まあさっきと同じくピッチングでいくか。ピッチングでしっかりなんとか、まあこれはね、左のバンカー、右バンカーあるから、いや若干左サイド、まあこれはでもピン狙うわ、普通に狙う感じだね。もう本当初心者とかね、中級者はピン狙わないで左のバンカーの左側を狙うといい、と思います。ちょっと行ってみますね。安牌狙っちゃった。ちょっと左よし、行きましょう。まあここから今こっちのね、こっちから攻めてってバンカーを越えて打とうと思ったんだけど、まあ結局安全な方に打ったって感じ。まあでもここが一番狙いどこなんだよね、本来は。で、ここからだとちょっとスライスになるのかな。ずっとね、今までピンの下からと上からばっかり打ってたから横から打ってないんで、あんまり強く打てないはずなんだよね。ずっと下からばっかり打ってたから、少しフックこれなんとか入れてパーにしたい。ちょっと強い。まあでも今のねラインが見えたね。よし、行こう。はい、ボギー。まあまずはいいでしょう、ここはね。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そしてその他限定動画、
や YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、体ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄か、ウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな。札幌のゴルフスクール、体ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。